こんにちは、まさです。今日は仮想通貨大暴落で、一晩で2兆円吹き飛んだ不号っていう話です。現在仮想通貨が大暴落してるんですけど、そのきっかけが FTX の経営破綻危機です。FTX は世界第2位の仮想通貨取引所なんですけど、ここの経営がピンチなんです。 80億ドル約1.1兆円の資金が不足しているそうなんですけどこの資金が入ってこないと破産法を申請するって言ってるんです最高経営責任者はサムっていう人なんですけどこの人の資産はピークで4兆円ぐらいあったんですここ最近は2兆円ちょっとあったんですけどこの2兆円が一晩で吹き飛んじゃったんです 現在は1400億円ぐらいなんですけど、このお金もどうなるかわかりません。私も一晩で500万ぐらい評価ゾーンが増えてしまいましたけど、仕方がないです。現在 FTX は出金停止してるんです。日本人も結構使っていると思うんですけど、どうなるんでしょうかお金が返ってこないかもしれません。 昨日はサムさんは顧客資産を投資していないすべての出金を処理しており今後も続けるって言っていたんですけど停止しちゃったんですよ最初は世界第一位の仮想通貨取引所バイナンスが FTX を買収するって言っていたんですけどその後やっぱりしませんって言ったんです問題は 我々のコントロールや能力を超えているって言っているんです一点一兆円ですから無理なんでしょうねやっぱりその結果ここからさらに大暴落しちゃったんですまだ倒産してませんから本当に倒産しちゃったらどうなっちゃうんでしょうかね大暴落しちゃうんでしょうかまた損切りしたいって思ってるんですけどロックされちゃってるからできないんです ステーキング、いわゆる定期預金みたいなところに入っちゃってるから引き出せないんです。電子ゴミになってもいいやって思って買ってますから覚悟してます。では以上です。ご視聴ありがとうございました。